残り時間15分を切って1点差に変わりました。前半の10分にベルディが坂口の右足で1点を先制。後半の24分、1年生曽谷俊和のゴールで2対0とリードを広げました。しかしサンフレッチェ広島が後半30分、エース平重のゴールで2対1。最前線へボールを蹴り込んできます。広島の方は今1点差で負けていますけど、そんな慌てる必要ないと思いますよね、はい、あまりディフェンスラインからロングボールを入れてしまうと、ベルディに跳ね返されてしまいますから、もっとね、ドリブル、そしてもっとつなぐということをやっていいと思いますよね。広島は今最前線にはこの3番、今競り合いに行ったキャプテンの牧野が上がっています。牧野が倒れて起き上がれません。その後のプレーにホイッスルが鳴ったでしょうか。広島のキャプテンです牧野。そしてこちらはベルディの今キャプテンマークを巻いている10番の鶴巻。両キャプテンが国立のピッチに倒されました。ベルディ大様へのボール、広島のファールでセットプレー、フリーキック。今のももらい方、王様のもら、ファールのもらい方がうまいですよね。前線で体を張り続けている11番の王様。このフリーキック、ボールのところにいるのは9番の曽谷、そして10番鶴巻。王様はペナルティーエリア内、13番小柄なカーノも上がってきました。王様には柏木がついている。曽谷がそのまま狙った。今度は曽谷のお兄さんが直接決めていきました。曽谷兄弟の連続ゴールで3対1。いや、素晴らしいフリーキックでしたね。広島に傾きかけた流れを再び取り戻したか。完璧な高さ、そしてスピードですよね。曽谷隆弘直接フリーキック。これでベルディ再び2点差、リードを広げました。後半も残り10分を切っています。日本一を決める舞台、その決勝へ駒を進めるまではあと一つです。連覇を狙う広島、しかし2冠を狙うベルディの前にその差は2点。中野が右足シュート。前線に人をかける広島です。広島は少し焦りが出ているかなという、そんな感じしますね、うん。あとはもう一つは、ベルディのディフェンダー、今日フォーバックが本当に落ち着いてるんですよね、はい、相手がボール持ってシュートチャンスになってもね、簡単に飛び込まない、しっかりシュートコースを切って体張ってるという、そういう感じがしますね。ベルディのディフェンスフォーバック、そしてその前に2人の中盤、鶴巻と奥田というボランチがいます。右のサイド木原、ここはラインを割っていない。中で鶴巻野が待っている。後ろに流れたこぼれ球、右足、さあ1点差だ、1点差だ。再び迫ってきた広島、ますますわからないこの戦い。中野のゴールで1点差。2冠を狙うベルディ、そして連覇を狙う広島、共に譲らず、因縁のライバル対決は残り10分を切って再び1点差になりました。さあ、まもなく試合はロスタイムへと入ります。連覇への望み、その望みをつなぐための時間はもうロスタイム。もう広島としてはもう体ごとですね。ここは最後、守るベルディ、攻める広島。点差は1点。高いボールだ、高さを生かすか、こぼれた、右足、体を張るベルディ、体を張ってコーナーキックに逃れました。ベルディの選手はまだ起き上がることはできません。そしてロスタイムは3分、ロスタイムは3分です。また何が起きるかわからないですね。まだベルディの守り、そして広島のコーナーキックは続きます。倒れていた24番吉田圭介、この人も1年生、しかししっかりと体を張っています。
さあコーナーキック広島、高いボールだ、高さの広島、牧野競り合う、キーパーキャッチング、頭を抱えた牧野、しかしロスタイムは3分あります。ロスタイムは今1分経過。1点を追いかけています。ロスタイム3分台に突入、残り時間はもう1分ありません。2冠を目指したサンフレッチェ、しかし去年のリベンジ、そしてこのクラブユースチームとして3冠を狙うヴェルディが1点差のまま逃げ切るか。まだホイッスルは鳴っていない、ラインを割った、もう残り時間はほとんどない。柏木、ヴェルディが大きくクリア、そしてこの瞬間ヴェルディユースが決勝進出、サンフレッチェ広島の連覇の夢を打ち砕きました。